はい、それでは本日は販売士2級平成30年第81回2の7番損益分岐点について解説していきたいと思います。次の文章は損益分岐点分析を行う際の計算式について示している。文章中の四角の部分に下記に示すアーからそれぞれの語源から最も適当なものを選んで回答用紙の所定欄にその番号をマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこの損益分岐点の計算について解説していきたいと思います。今回は公式を当てはめるだけの問題なので、普通にちょっと解説していくだけで終わりたいと思います。でですね、まずこの損益分岐点計算なんですけども、これは何かというと、売上がいくらを超えたら利益になるか、そしてさらに利益を上げるためにはどうすればよいかというのを考えるために、計算を行うことですね。これが損益分岐点計算ですね。でですね、この損益分岐点というものは何かというと、この売上と費用がプラスマイナス0円になるところを損益分岐点売上高と言います。でですね、この金額が上、そしてこれ数量が右になんですけども、売れれば売れる分、この黒がどん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 売上が上がってる線なんですけども、これどんどん数量が増えて金額が上がっていけばどんどん増えていきます。で、この黒色の売上が上がるたびにですね、この固定費と変動費というものがかかってきます。で、固定費は毎月売上に関係なく一定にかかる費用が固定費なので、このラインは変わりません。そしてですね、変動費というものはですね、売上に比例して上がっていく費用ですね。なので、この固定費からさらにプラスして、変動費がどん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 、この売上と同時に上がっていくと。で、この固定費と変動費、この2つを賄える分、この2つのマイナス分を取り返せる分の売上が出た時のプラスマイナス0のところが、これが損益分岐点と言います。そして、これのことを損益分岐点売上高と言います。でですね、この変動費ですね、変動費の割合を求める際は、この変動比率というんですけども、売上、どれだけ売り上げたかを、この変動比率で割るということですね。変動比で割るということですね。なので、例えばこの100万円売り上げて変動費が40万円であれば、40%が変動費、残りの60%に関しては固定費になるということですね。なので、この固定費、変動費、そして損益分岐点の計算の仕方も覚えておいていただければと思います。でですね、この損益分岐点のプラスマイナス0、ここがプラスマイナス0、プラスマイナスにゼロになるための売上の金額の求め方なんですけども、これも最低の料金売上げなあかんということですね。これはですね、この変動費、先ほど見た変動率の100%かけてないものを、1からこれを引くということですね。それ分の固定費ということです。で、この1というのは、固定費と変動費の合計100%を示すということです。先ほど言ったんですけども、これが100万円売上げで、そしてこの変動費が例えば40%、40万円だとしたら40%になるんですけども、40%というのはかける100をして40%になるので、そのかける100をしてない0.4と計算するということです。なので、この1-0.4というのは、計算すると0.6になります。その0.6というのがこの固定費の、パーセンテージで表すと60%になるんですけども、残りの0.1が売上高、そしてその内訳として0.4が変動費、そして0.6がこの固定費になるということですね。そしてですね、この固定、これ、これのこと、ここの公式のことですね。ここの公式のことを、限界利益率と言います。限界利益率というのはまた後で説明するんですけども、その限界利益率か、この固定費から限界利益率っていうのを割ると、損益分岐点売上高のジャストプラスマイナスにゼロになりますよというのが出てきます。では、次に行きます。この損益分岐点、またですね、この損益分岐点比率というものもあるんですけども、この損益分岐点比率というものは何かというと、現在の売上高が何パーセントかを表す数字というものですね。これは何を言っているのかというと、例えばどんどん売上が上がっていきます。売上が上がって50万円まで売上が上がりましたと。で、50万円で例えばこの辺でしたと仮定して、で、それでですね、損益分岐点、この損益分岐点売上高が40万円だったという流れになると、損益分岐点比率っていうのはですね、現在50万円売上で、損益分岐点の売上高が40万円と仮定すると、この損益分岐点売上高からこの実際の今の売上50万円を割ると、そしてかける100をするとパーセンテージとして出てきます。なので、先ほどのところで言うと、ここは40%で、40万円で、ここが50万円だとすると、かける100すると80%でできます。なので、損益分岐点比率というのは80%になります。なので、この損益分岐点比率の80%は40万円ということは、もうちょっと37万円とか36万円とか34万円とかに下げれないかと、考えます。
で、この変動比率や固定費をもうどんどん下げることによって、頑張ってコストダウンすることによって、損益分岐点比率っていう、80%をどん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 74とか72とか71にしていくことによって、この儲けゾーンのオレンジの部分、利益の部分が、たくさん出てくることになるので、この限界利益というのもどんどん幅が広がっていきますし、損益分岐点に関してどんどん下げていくことによって、利益とか、儲けが出てくるので、この企業に関しては、この損益分岐点比率というものをどんどん縮める必要があります。なので、この損益分岐点比率というのを計算して、今はだいたい80%かだったら、もうちょっと下げれるように頑張ろうと、ここで、明確な数字で、努力する、具体的な数字が出てくることになるので、この損益分岐点比率というのは、コストカットをする上で必要になるので、これも覚えておいていただければと思います。でですね、次に、限界利益なんですけども、この限界利益というものは何かというと、売上から、変動費を引いた金額を、限界利益と言います。固定費のことですね。固定費を賄えるまでの金額のことを言います。売上引く変動費。なので、これでいくと、これ固定費の上に、変動費が乗っかってるんですけども、この乗っかってないバージョン。なので、変動費はここら辺からこういう感じでスタートしていくということですね。なので、この黒い線引く、こっからの青い線のことを、限界利益と言います。この固定費というのは必ずかかってくるものなので、それを賄えなければ絶対利益は生まれません。なので、この限界利益と言われているわけですね。で、最初にも言ったこの限界利益率というのは、固定費を賄うための売上が何パーセントまでで配分できるかという示す数字ですね。なので、こちらの損益分岐点、売上高、プラスマイナスにゼロになるためのこの部分の式のことを、限界利益率と言います。なので、この限界利益率を、ちゃんとこれ以上上回らないと、お金が入ってこないということになりますので、この限界利益率の、求め方もしっかりと覚えておいていただければと思います。そして最後にですね、この目標売上高というものがあります。この目標売上高というものは何かというと、例えばですね、その今月、例えばです、今月の利益が30万円欲しいと、30万円欲しいとなった時に、この固定費というもの、毎月かかってくるものですね、この固定費というものを足します。例えば、この固定費が60万円であれば、この60万円と目標利益である30万円を足すと90万円。これが、上の部分になります。そしてですね、限界利益率。ここで言った、もう最低限の、もう絶対に必要な利益率ですね。もう限界の利益の、パーセンテージ。これをさっきの上のやつで割るということです。なので、例えばですけども、これが60万円、これが30万円。そしてこの限界利益率が、例えば0.6と、仮定すると、150、60と、30で90。割ることの、0.6ということなので、0.6ということは、言うと、150になります。なので、150万円の目標利益高が必要になるということですね。すみません、60%ですね。60%で150必要になってくるという流れになります。なので、この目標利益が150万円到達することによって、ようやく目標利益の30万円がゲットできるという流れになります。なので、もう一度言うと、固定費が60万円、60かかってくると。そして、目標利益が、30かかってくると、30万円かかってくると。これで、90万円ですね。で、それで、限界利益率が、0.6と、仮定すると、0.60% 仮定すると、ここの上の足し算と、この下の割り算で、150という数字が出てきます。なので、この150万円売り上げることによって、この目標の利益が生まれますよというのが、この目標売上高の、計算の仕方になります。なので、もう適当に目標利益これぐらいでいいやってやったとしても、これでちゃんとしっかり求めると、目標売上が、うわ、やべ、こんだけ売上やんと、こんだけの目標利益出やへんわってなるので、この、目標売上高というのも、しっかりと覚えておく必要があるので、こちらも覚えておいていただければと思います。では、今回なんですけども、暗記問題なんですけど、この公式が全部当てはまってきます。なので、この公式通りに、中に入れていけばいいだけですね。1番、損益分岐点。これに関しては4番が入ります。4番のこの固定費。1引く売上高分の変動費分の固定費。これは、この損益分岐点、売上高の求め方、これになりますので、これは4番が入ります。そして、変動比率に関してはもうこちらですね。変動費割る、売上高ということなので、この1番が入ります。そして、うに関しては限界利益率。これは、1番のうが入ります。これはですね、1引く、すみません、1引くことの売上高分の変動率、ここと変わらないので、
このうに関しても同じ、このイとウは1番になります。そしてエに関しては、これは損益分岐点の比率になるので、このここですね、損益分岐点売上高 と、この実際の売上高を引くという、割り算するということになりますので、この損益分岐点の売上高から、まあ、売上高を割るという流れになりますので、この A は2番になります。そして最後に、O になるんですけども、こちらは固定費が、に固定費が、かかってきます。固定費が、こちらに入るので、この O に関しては2番が入ります。なので今回はこの、A に関しては4番、 E は1番、 U は1番、 A は2番、 O は2番となります。